はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の式の計算の特訓2、まあ、大問2ですね。それの解説をやっていきます。なのでいつも通りね、そのページを開いてちょっとね見てみてください。よし、じゃあ早速いきましょう。で、大問1の方も取ったんですけど、こっちの方が難しいですね。まあ、ややこしい問題が多いんですけど、まず分数からいきます。で、ここでチェックしなきゃいけないのは分母が5と3で違うので、まず通分してやっていきます。で、どうしようかな、こっち行こうか。で、分母が5と3なので15に通分します。で、15ってして、で、この後にまずこっち、これ分母を15にするっていうのは3をかける必要があるよね。ってことは分子の上にも3をかけます。で、暗算してもらって全然構わないんですけど、一応ちゃんと書くと、この 4x プラス y に3をかけるので、3括弧 4x プラス y となります。暗算してもいいよって言ったのは、3かけるって分かってるから、3412で 12x プラス 3y って書いちゃってもいいよっていうこと。一応今ちゃんと書きましたけど。で、次にこっちは15にするためには5をかけます。で、気をつけなきゃいけないのが、こいつね。このマイナスです。まあこれはよく引っ掛けで出てくるんですけど、ここにマイナスがいるときは、マイナス5をかけます。だからマイナス5、カッコ 2x、マイナス y と。だからさっきみたいに暗算をするときは、あ、マイナス5をかければいいんだねと。そういうふうに気をつけてやってください。じゃあちょっとね、順番変わっちゃうけど、こっち、左下に降りていきます。で、上の部分。これを展開すると、てかまあ配るとか、配ると 3412x プラス 3y で、マイナス5を後ろに配るとマイナス 10x プラス 5y となります。で、あとは x 同士 y 同士を計算すればいいので、15分の 2x、 ここね、マイナス10と12を計算して 2x、 3と5なんでプラス 8y と。これで OK ですね。丸となります。で、問題集の回答の方には書いてあるんですが、これを分けて、15分の 2x プラス15分の 8y って書いてももちろん丸になります。自分はこっちの書き方でよく書いてしまうので、ここで止めちゃうんですけどね。よし、じゃあ次行きましょう。で、次は、まず指数が、ここね、2乗がいるので、こいつからやっていきます。で、カッコの外に2乗があるときは、カッコ、丸ごと2つかけるよねという意味なので、まあこれを計算すると、で、数字がマイナス2かけるマイナス2だから4で、 x2 つあるから x2 乗とこうなります。だから 4x2 乗割る3分の 2x になってる。で、もちろんこれをね、暗算できる方はやってもらって構わないんですけど、まあ、割り算で分数入ってるので、まあ、ちょっと長めの棒を書いて 4x2 乗、これは上に書きます。上だね。で、割る。割り算の後ろの分数はひっくり返す必要があるので、で、この x はもともと上にくっついてます。2x って。だから、ひっくり返すと 2x 下に行きます、こうやって。で、かける3だけ上に上がってくる。こうなると。で、あとは約分してもらって、4と2約分するとこうなる。で、x が1つ、上は2つあるから1個約分で消えるので、こうなると。で、もしちょっとごちゃごちゃしちゃってね、あ、ミスが出そうな子は、残ってる2、X、3とかに丸をつけてみるといいです。これミスが減ります、すごく。で、あとそれ、掛け算すればいいから、2、3が6に X があるんで、6X。これで丸と。こんな感じでやってみてください。で、次は分数ないんですけど、これ全部割り算しかないので、これも一気に倒します。もちろん一個ずつ計算していってもいいんですが、一気にやってしまった方が自分は楽だと思います、これはね。で、どうやるかっていうと、まあ、一年生の時にもやりましたが、まず、マイナスが2つです。全部計算した時ね。マイナスが2つっていうことは答えはプラスになります。ね、答えはプラス。まあ、プラスなんで書かないんですけど。で、長めの棒を書いて、一番最初に書いてるやつは上に来ます。14。x2 乗、y2 乗。割り算の後ろは下に来ます。
で、マイナスについてはもうさっき考えてしまったので、マイナスは無視です。4x かける、これもそう、割り算の後ろなんで下に行きます。21xy。これもマイナス無視です。もうさっき考えてるからね、先にね。ちょっとね、場所がおかしくなっちゃいましたけど、これであと約分していきます。で、まあどうしようかな。数字からいこうか。ここやると、2でやると、2と7。で、7と21がまだできるね。これ消えて、3が残ります。で、文字も丁寧にやっていくと、x は上に2つです。で、下も2つあるので、まとめて消えます、全部。2つ2つ、約分でバサって消える感じ。でも、y は下に1個、上に2個なので、1個分だけ約分して、y が1個残ります。で、何が残ったかっていうと、上には y、下には2と3が残りました。だから、下に2と3があるんで、6分の。で、上に y が残ってるから y ですね。で、これで OK。で、答えに、あと、問題集の答えに書いてあるように、これ、y はね、文字は横に降りることができるから、もちろんこういう6分の 1y でも OK です。だから、まあこんな感じでやってみてください。で、次また分数が出てくるんですけど、これね、多分やり方が2つに分かれます。で、自分が好きなのは、これ、ここにね、ピーってやって、1分のっていうのが隠れてると考えて、これと同じようにやっていきます。通分して。で、もう一個のやり方は、ここを-3分の x、+3分の2y って分けてしまって、計算を1個ずつやっていく。それでも OK なんですけど、こっちでやった方が書く量が少なくて済みます。あとちょっとミスが減ると思う。なんでこっちでまた解説やっちゃうんですけど。まず、さっきと同じように、分母が1と3なので、3に通分します。こっち行こうか。3分の。で、こっちは1から3にするために3をかけてるので、分子、上にも3をかけます。で、さっきと同じように、こういう状態ね。で、今回は暗算してみようか。3をかけるから、3515x。こっちにも3かけるから、-3y です。で、こっちはもともと3なので、あ、そのままかけばいいじゃんって思うんですけど、やっぱりこいつがネックになるんでね。こいつが引っ掛けになります。何もかける必要はないんですが、このマイナスは配る必要があるので、だからどういう状態かっていうと、こうなってるんです。カッコがついて。だから、マイナス配んなきゃいけない。後ろ両方ね。そうすると、-x+2y になります。で、あとはね、分子、上のところをまとめると、3分の、15-1 なんで、14x。で、-3 と +2 なんで、-1 だから、-y。これで終了となります。で、これをさっきみたいに分けて、3分の 14x、-3分の1y と書いてももちろん OK です。回答の方にはね、書いてありますけど。で、これは割り算と掛け算。まあ、これとね、同じ感じなんですけど、割り算と掛け算しかないので、一気にいきます、こいつも。で、長いね、分数を書きたいんですが、まず全部ね、プラスなので、答えもプラスです。で、長い棒を書いて、一番最初のものは上に乗ります。 6x で、これ気をつけよう。割り算の後ろはひっくり返ります。ひっくり返るんですけど、もともと y は上にくっついてる。こうやって qy って。だからひっくり返ると qy が下に来る。で、4が上に行きます。いいかな。で、 3xy 掛け算の後ろはね、上に乗るのでこうなると。で、あとは丁寧に約分をしていく。ここでミスをしないように気をつけてください。で、回答の方には、こうやって1って書いてあるんですよ。こうやって、ここも書いてあるんですけど、もともと 6x って1分の 6x なのね。だから1って一応書いたんですが、1って掛け算意味がないので、どうせ書けても意味ないからさ。だから無理に書かなくても大丈夫です。もちろん書いてもいいんですけど、そこは任せます。で、こっから行こうか。1と3。で、まだここいけるね。2と1。で、文字が y が1個、y が1個消せます。こうすると分母なくなったので、残ってるのが 2x4x だね。
ってやると西が8で文字が2個、 x が2個なんで x2 乗と、これで終了です。そして最後ですね、これがまあ一番めんどくさいですね、この中では。で、これもさっきと同じで、多分ね、やり方が2個に分かれます。で、一つは、8分の1を加える、ここと、ここに。8分の 5x、マイナス8分の 3y。で、後ろの4分の1も配って、マイナス4分の 1x、マイナス 2y、プラス4分の3。ってやって、x 同士、y 同士を通分して計算していくパターン。これも OK です。OK なんですけど、まあ、答えに書いてあるやつで、ね、自分はやりたいので、これ、8分の1、カッコ 5x マイナス 3y って、これね、あるものを書き直しただけなんです。で、何を書き直したかっていうと、ここ。8分の。ここに4分のがくっついてるんです。つまりこれ消しますね。8分の 5x マイナス 3y、プラス4分のマイナス x マイナス 8y プラス3。だから分数足す分数と同じなんです。まあ、これちょっとマイナスですけど、こういう状態に似てる。って思えば、あ、じゃあ通分すればいいじゃんってやっていけるん、これ。だからそっちでやっていきます。ちょっと長めなんでこっち行くね。で、8と4なので、8で通分ができると。で、こっちに関しては前にマイナスとか何もないから、上の 5x マイナス 3y をそのまま書くことができます。で、こっち、4を8にするには2倍する必要があるので、ここに2をかけます。ただ、今回はここがプラスなので、マイナスとか気にせず、普通に2をかけるだけで大丈夫。だから、マイナス 2x マイナス 16y プラス6です。で、あとは上をね、計算していくと、8分の 5x とマイナス 2x で 3x。マイナス3とマイナス16なんで、マイナス 19y。で、プラス6が残ってるんで、これで終了となります。で、回答にあるように分けて答える場合は、8分の 3x、マイナス8分の 19y。で、最後、プラス8分の6だと×です。これ8分の6だけ3、4分の3に約分ができるので、そこだけ気をつけてください。分けて書くときはね。まあ、なのでこっちで自分は書いちゃうんですけど、よく。といった感じでございます。では、今回は中学校2年生の参考書の式の計算の特訓の第問2をやっていきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。では、別のページもね、撮影しておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。